私は、サツキリン。この世界の巫女さ。じゃあな、レミー。また明日。お前たち姉妹は、必ず殺す。覚悟しておきな。それの年くらい前に、人里に金髪金眼の子が生まれたって話があったわ。両親ともに黒髪黒目の家にね。私が勉学を教えている立場とはいえ、教えているのは読み書きと知識。というか今仕事中だ。見りゃわかるだろ。風の頼りに、白霊神社に面白いものがいると聞いて、いざ来てみれば。まさか白霊の巫女に、隠し子がいたとは。花というのはね、土があって咲くの。だからあなたも、自分のためではなく、誰かのために力を使いなさい。白霊の巫女というのが、いかに残酷な存在であるか、それを一番理解しているのはあなたでしょう？あなたは、彼女にも同じ道を歩ませるの。サツキリン。それが、この子の名前。